地球の奥には莫大な金が眠っている。金は古代から人類の価値観を形作ってきた特別な金属です。その美しさと希少性から装飾品や通貨、科学技術の素材に至るまで様々な場面で使われてきました。しかし地球にある金のほとんどは実は私たちが届かない地球の奥深くに眠っているのです。現在私たちが利用している金は地殻や地表に存在するほんのわずかな量に過ぎません。例えば金鉱石1トンから取れる金はわずか数グラム。そのため採掘は非常に手間がかかりコストも高くなります。けれどもし地球全体の中に含まれる金を全て集められたとしたらその量は想像を超えるものになります。科学者たちの推定によれば地球内部にはおよそ600兆トンもの金が存在している可能性があるとされています。これは現在人類が手にしている金の何百万倍にも相当する量です。特に地球の中心に近い核と呼ばれる領域に膨大な金が集中していると考えられています。この理由には地球の成り立ちが関係しています。地球が誕生したばかりの頃内部は高温でドロドロに溶けていました。重い金属はその中で沈み軽いものは浮かびます。金は鉄などと同じく比重が重いため時間をかけて中心部に沈んでいったのです。結果として地球の核には多くの鉄やニッケルとともに大量の金も集まったと考えられています。しかし問題はそれを取り出せるかどうかです。地球の中心部は深さおよそ 6400km。 そこには人類の技術では到達できません。現在までに掘られた最も深い穴でもその深さはわずか 12km 程度。地球の厚みに比べれば表面をちょっと削ったに過ぎません。さらに地中深くに進むほど温度や圧力も急激に上がります。数千度の高温と数百万気圧にもなる極限環境の中で金を掘り出すことは現代科学にとっても非現実的です。そのため私たちは地表近くに偶然残されたわずかな金を探しているに過ぎないのです。面白いことに地球の金の一部はもともと地球のものではない可能性もあります。研究によれば太古の隕石衝突によって宇宙から金がもたらされたという説もあります。つまり地球にある金は地球の外からやってきた贈り物かもしれないのです。現在人類は深海や宇宙での金の採取にも目を向け始めています。海底に眠る鉱床や小惑星の中に含まれる貴金属を取り出す構想もすでに現実の計画として動き出しています。それほどまでに金という元素は人類にとって特別な存在であり続けているのです。地球の奥深くに眠る金は手にすることはできません。しかしそれは地球という惑星の壮大な物語の一部として確かに存在しているのです。